みんなこんにちは。こんにちは。うたこお姉さんもみのりさんも元気。記念すべき第4回ですが、なんと動いてますよ私たち。はい、これからもどんどん進化していく番組にしましょうね、お姉さん。ねえ、みどりさん。この番組は現代社会に疲れ切った画面の前のみんなのような人のための教育番組です。あの、はい、ゆうせんさん、どうしました？ゆめおいさんは、ゆめおい、あ、そうだったそうだった、まだ 3D 化してない二次元ペラペラお兄さん呼んであげないとかわいそう。二次元ペラペラお兄さん、言い方がかわいそうだもん。ゆめおい、はーい、ゆめおいはーい、今日はちょっと軽い気が少ないよ。僕はリュウセン、歌うことが大好きな17歳、みどりさんって呼んでね。私の名前は鈴鹿うた子、 BL 大好き、ショタカお姉さん。ちゃんとした大人だから仕事に趣味は持ち込まないよ。僕は夢を追いかけるシンガーソングライターをやっている27歳で、フラフラしていたところをみどりさんに誘われて歌のお兄さんを始めたんだ。気軽にかけるお兄さんって呼んでね。今日はこの3人で頑張っていくよ。イエーイ。そして今日も番組をサポートしてくれるこの2人、リオンちゃんとぬいぐるみのデビルくんです。皆様ごきげんよう。ぽえんぽめぜんぽ、超お嬢様 VTuber の高宮リオンと、今日おしゃべり悪魔 VTuber のキビキビキビキラジョー、ぐちゃぐちゃ会を追うことにさ、日本語失ってんじゃん。本屋さんに置いてあるやつ。ペラペラトイレ近づくな、やめろ。いや、距離が近い、ペラペラトイレ、やめろ、炎上する。じゃあ、みどりさん、今日は何をするんですか？今日は何をするんですか？今日はみんなで手遊びをして遊ぼうと思うよ。イエーイ。チョキパーです。あ、そう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 、カタツムリ、そういうやつですね。かわいい、かわいい、楽しい、楽しい、子供向けのリオンちゃん、手で何作りたい？え、私は、うん、ピースとピースで、あへがお、はい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 、まだです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 。カット、カットお願いします。そんなつもりなかったもんね。ないもんね。そんなつもりなかったです。カニクラとかそれぐらいだったね。カニかと思って、カニ、カニか、カニか、カニか、ごめん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 、ちょっとそっかそっか、心の声が漏れちゃった。そっか、仕事やからね、ごめんごめんごめん、そうそうそう、あの、市場をね、持ち込まないよ、市場を持ち込まないよ、大丈夫、大人だからね。そうそうそう、大人の番組だから。そんなお姉さんだけど、今日は手遊び教えてくれるんだよね。はい、うん、じゃあね、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。じゃあまずは、はい、左手を、うん、このようにもう逸脱したね、グーチョキパーからね。いや、グーチョキパーですよ、うん、で、左手のこの間に入れます。間に入れる、はい、でもう入れてる、これでバック音、はい、音、あ、音布の擦れ音みたいなのやめてもらって、余計リアルになる感じ。え、バック、そう、あ、デビちゃん、デビちゃんわかるでしょ、これ。バックって後輩のこと。そう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 、大正解。ダメじゃん、やめよう、全然やめよう、リオちゃんならないで、高宮、大丈夫だよ、大丈夫だよ、めっちゃ、ごめんね、大丈夫、大丈夫だよ、ごめんね。バックはタッチバックとか他にもシールがあるから。次の手遊び行っていいかな、うん、みんな。可愛いやつとかあります、ね、そうそうそう、可愛いやつ、あ、じゃあ、分かった、ちょっと子供向けの可愛いやついきますわ。可愛いやつやけど、そういう番組なんですよ、そうそう、そういう番組なんですよ。あ、そうだよね、そうだよね。じゃあ、あの、歌も、歌からやる、歌いらないですか。
とうとう歌を歌番組でもあるんで、歌のお姉さん、歌のお姉さん、歌ですよね、はい、じゃあいきますよ。グーチョキパーで、グーとチョキとパーじゃないっていうのがグーチョキパーで、何作ろう何作ろう。じゃあまたさっきみたいにもう下向いてるもん、手が、そう逆向きにしていただいて、うん、でまた同じようにあの中指だけこう立ててください。はい、それ両方中指だけ立てる、ね、中指、うん、そう、こう近づけていただいて、バレーボールだ。はい、これでかぶと合わせ。かぶと合わせ、かぶと合わせって分かる？カブトムシ？分かるかな？あのデビちゃんでもちょっと、デビちゃん知らないの？カブトムシってもしかして陰茎の先端同士を知り合わせて知ってた、めちゃくちゃ詳しいやん。知ってた、陰茎ってことだったら使わないようにして、なかなか説明ありがとうございます。さすがデビちゃん。じゃあ中指を陰茎に見立ててるって、そう正解。ゆうちゃんが何か感じてゆうちゃんこれでバレーボールだと思ってたね。どう見てもレシーブするのかなって、まあ、ある意味スポーツですけどね。カット合わせもちょっと激しいかもしれない。もうちょっとだけ、じゃあ最後あのもう一個ありますんで。よかった、よかった、もう一個あります。これでは終われない、これが終わりだったらどうしようかと思ったよ。じゃあ、うん、最後の1個いきますよ。はい、グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう何作ろう。これは2人必要です。だからみどりさんちょっと協力してくれるかな。わかりました、僕はじゃあ眺めてます。これじゃ一緒にしよう。あ、一緒にやって、一緒にやって、ぜひ2人で。ぬいぐるみのデビル、大丈夫かな。で、1人はまずこうします。で、パーだね。パーですね。パーをパーって言って。パーして。パーだね。そしたら、みどりさん、私と同じようにやってくれますか？同じ子。そうですね。あ、パーを合わせて。はい。で、片方の手でこのようにして、あの、3Pですね。できた？2人ともできたかな？できたー！あ、できたよ。これ僕この場にいるの？リオンちゃん。せっこんじゃった、緑さんがせっこんじゃった。喜んでくれたってことなのかな。喜んでせっこんでる、うん、応用聞いちゃうからそれ。あ、4人もできる、4人もできる、確かに天才、すげー。さっきだ、そう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 、ああ、うん、いいかな。大大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 。楽しい手遊びだったね。楽しかったね。みんな楽しく手遊びできたかな。りょうちゃん、あれ、りょうちゃん、あ、りょうちゃん、あ、泣き声、りょうちゃん泣いてる、りょうちゃん泣いてる、どうしたの。りょうちゃん楽しく言えなかった。怖い、怖い、お前、ほら手出せよ、僕と一緒に賛否しよう。やめろ、やめろ、やめろ、ぜひ友達とやってみてね。ヤシロクイズ。仕事を俺に丸投げしておいて先に帰ろうとしているのは誰だ。もしもし、リュウシェン？遅いよ、夢追い、僕らもう外で待ってるんだよ。ごめん、今着くとこ。ふー、ゼップハヤトがいると待ち合わせが楽だよな。高宮クイズ。クイズってなんだ？今日もたくさんのお便りが届いているよ。中でも気になった作品を紹介するね。はい、魔界からなるかちゃん100歳、アークで遊ぶ人間たちを描いてくれたよ。おう、すごい、なんかあれだね、すごいね、うん、真ん中にいるのが緑さん。緑さん、うん、緑ってでかく描いてある、ね、うん、確かに描いてある。右側にいるのが恐竜だね。
そうだね、左側になんか不審な人間が映ってる気がするんだけど、不審者だね。なんでそんな鋭い目で見てる。やめたい。このとんがってるのが好きやな。オタク女の絵の匂いを感じる。悪口だね。それは悪口だね。同僚から悪口。じゃあカットで。とっても素敵だね、ナラカちゃん。どうもありがとう。ありがとう。そして今日は他にもお便りが届いてるみたいですね。本当ですか。お、うん、チューリップ組から。すこやかなちゃん、絵が苦手ということを聞いたので、私の好きなものというお題で描いていただきました。あ、かわいい。あ、かわいらしい。あ、じゃないじゃんって。うん、これはあれだよね、あのテストの前日に私全然勉強してきてないのっていうタイプの。一緒に走ろうねって言った。本当だね。全然、普通にうまいですね。こびを感じるね。こびの。デビル。あ、どうもありがとう。ありがとう。ありがとう。ということで、まだ。マジなんですか、ね、ちょっとこの調子が続くんですかこれ。全体チャットでその絵が苦手な方大募集ですって言ったら結構反応いただきまして。 ありましたね。なるほどね。せっかくなんでちょっと見てみますか。そうですね、せっかく送っていただいたんなら、はい、ベッドの下からグエル君、ね、とんでもないところがあると思いますけどね、はい、2枚送られてきております。あ、やる気を感じますね。おー、すごい。1枚目がこちら、謝罪です。お、何かしたのね、このコーナーやばいよ。なんか敬意を感じ上げる。緑、このコーナーやばいよ。謝罪の時にこのネクタイの色は良くない。良くないですか。そういう問題。青い。青い。もうちょっと黒い。うん。炎上です。あ、なんでパジャマで。あいつやってんな。これはねちょっと。あいつやってんなこれ。やったなって思いましたよね、正直ね。これあれ、あの下手とかじゃなくてもうさっと描いたってですね。そう。本当に絵は下手なやつの気持ち考えたことないのかな。デビル。そっち方面で燃やすことしてる。デビルが。はい、というわけでありがとうございました。ありがとう。グエル君ありがとうじゃないんだ。心だって雨は明るい僕ら笑ってやるんだ。バカにされても何言われても好きに生きたもん勝ちだ。楽しいと思うことをやれる仲間とみんなが見てくれる。だから今日も my swimming night ありがとうございます。自分の意思では動けないんだ。これぐらいしか動けない。それはできる。あれ、もうこの時間だ。あれ、早くお家に帰らないといけないね。みどりちゃん、画面の前のやつらはそもそも外に出ないからそんな心配はないよ。あ、そうだった。なんだなんだ、びっくりしちゃった。お家でなんかエッチなことしてんのかな、みんな。エッチなことしてるの。エッチなこと一人でやったりとか、一人でやったりとか、二人でやったりとかね。三人でやったりとか、四人でやったりとか。相手なんていないよ。え、あー、でも家で一緒に住んでたりとかね、男2人で一緒に住んでたりとか。いや、僕は男4人がいいと思うけど。男4人、いいね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 。男4人とかっこいい人だと絡み合うよ。それ好き、それ好き、それ好き、それじゃあみんな、わかんまたねまたね、バイバイ、早く終われ。